今回は内径加工用のホルダーのご紹介です。メーカー推奨では L by Day が3以上の突き出しが必要な場合、超高材質が推奨されています。しかし一般的には超高材質は価格がネックです。そこで今回ご紹介するエコバー、一般的な超高ボーリングバイトはチップ材以外は超高材質ですが、エコバーは鋼材質を採用。これにより2つの材質の性質を合わせ持つ製品ができました。実際の比較テストです。 12x6D のスチールシャンクでの加工。やはり L by Day が推奨外のため大きなビビリ音が発生していました。エコバーの同条件です。エコバーはビビリ音なく快適に加工ができました。次にエコバーと超高ボーリングバーを比較するために耐久テストを実施しました。チップの摩耗状態に大きな差は見られず、良好な結果が得られました。使い方のご提案です。工具剛性を確保するために穴径ギリギリのスチールシャンクホルダーをお使いの場合、加工終了間際で発生した異常な音、これは加工中に排出しきれなかった長い切りくずが詰まったものと思われます。穴の中にはかなりの量の切りくずが入っていました。エコバーを使うことで一般的な超高ホルダーより比較的に低コストながら工具剛性を確保することができます。ハイパフォーマンスのご要望にはタングステンヘッドの MAXV もどうぞ。